1993年日本 GP 伊藤真一は宮城県角田市出身のオートバイロードレースライダー。仙台 SOS モデルエージェンシー所属。宮城県岩沼市でガレージエディフィスを経営する実業家としての顔も持ち合わせる。その端正なルックスと国際永久昇格と同時にホンダレーシング入り、しかも当時の最高峰、全日本ロードレース選手権。 GP500 クラスにいきなり参戦することでシンデレラボーイと騒がれた。初期の頃は上位フィニッシュか転倒かの両極端なレース展開であった。1990年には1987年から3年連続全日本の500チャンピオンに君臨していたヤマハの藤原義彦を下し初の全日本タイトルを獲得。 ロードレース世界選手権デビューは1988年の日本グランプリ3番手まで浮上したものの1コーナーにて点灯。WGP フル参戦は1993年から1996年までの4年間を戦うが最高位は2位。1997年からは本田に鈴鹿8体で勝ってくれとの使命を受け戦いの場を再び日本へと移す。 その指名通り、8体では、う川はトールとペアを組み優勝。これは、フルタイム8体で、初の日本人ペア優勝記録でもある。翌1998年も、同ペアでの2連覇を果たす。この年、後に、最多ホルダーとなる、8体ポールポジションを初獲得。全日本のスーパーバイククラスでも2巻目となるタイトルを獲得した。2001年は、 ホンダとテスト契約となり、それと並行してブリジストンのテスト契約も始まる。2005年2006年には全日本の JSB1000 クラスで2年連続でチャンピオンを獲得。しかし3連覇を目指した2007年3月20日のツインリンクモテキでの事前テストで不運なクラッシュに見舞われ左足の股関節と骨盤を痛める大怪我を負い、 太田哲也公式サイト内での対談では、10人中9人の医者に引退しなさいと言われたと発言している。その後、1ヶ月半の入院を経て、人工股関節を入れることで、選手復帰への可能性を見出し、死ぬほどやったというリハビリの末に復帰。この復帰に際しても、今回のトラブルで転倒して、それで終わったら、メカニックも精神的に負担になるだろうし、自分も、 このような形では終わらせたくないと話している。復帰レースとなった鈴鹿八代ではパートナーとなるはずだった2006年の優勝ペア、辻村武が事前のテストで負傷し、急遽ペアを組んだ若手の手島をリードしながら3位、表彰台を獲得した。2009年の八大もチームソニックレーシングから出場、ホンダがワークス体制での ヤマハムファクトリー体制での出場を断念する中、HRC のマシンスタッフなどが常駐するなど、実質のホンダワークスとも言える体制での出場で、優勝候補ナンバーワンと目されていた。パートナーで、スタートライダーを務めた、秋吉光介の序盤の二度の点灯により、最後尾にまで落ちたものの、そこからは、怒涛の追い上げで、最終的には9位にまで順位を挽回した。 2010年2月23年前に HRC 入りの記者会見を行ったのと同じ青山本社のウェルカムプラザにて同年を最後に全日本ロードレース選手権 JSB1000 クラスから引退することを表明した鈴鹿八体への参戦やテストライダーとしての活動などは継続するなお当人曰くシーズンでやらないイコール引退スポット参戦しても早くは走れない だから、終わりにしようと思ってます。ロードレースをやめるつもりはないんです。いずれ、岡田と組んで八体とか出てもいいなって思うし、走るのは大好きだから、管理になっても走っていると思う。と語っている。そして3月の東京モーターサイクルショーでは、トークショーにて6月頃に、自らの二輪ショップの開業を予定していることを公表した。 10月30.31日に鈴鹿サーキットで行われた全日本ロードレース選手権第7戦を最後に JSB 戦クラスを卒業した。ただラストレースとなった同レースでもレース1レース2で共に2位に入り1戦級の実力を未だ保持している様子を見せたためレース後に行われたシーズンエンドパーティーでは伊藤に対し選手会。 一度から、留年と書かれたパネルが手渡されるなど、以後も引退撤回を望む声が根強かった。2011年は、ホンダのモートジッピー用マシンの開発ライダーとして、テストを担当する予定だったが、同年3月に発生した、東日本大震災で当時名取市在住だった、伊藤も被災。経営していたバイク店は営業休止に追い込まれ、親族を亡くしたが、被災者激励のためとして、 急遽引退を撤回し、全日本ロードレース選手権の開幕戦に出場、決勝3位で表彰台に上った。なおこの参戦はマシンをチームソニックレーシングからレンタルしてのスポット参戦であり、以降はスポーツランドスゴで開催された第5戦にスポット参戦したのみである。同年七月十一日の鈴鹿八台では、ホンダのマシンである CBR セ RR にて、 秋吉康介、清成隆一と共に、海 CC チームソニックレーシングホンダから出場、伊藤の走行は1スティントに留まったものの、自身4度目となる優勝を飾った。またこの優勝で、自身の持つ鈴鹿8体の最年長優勝記録を44歳236日に更新した。同年のモートジッピー、日本グランプリにもワイルドカード枠でスポット参戦したが、 事前テストもないほぼぶっつけ本番での参戦だったことから結果は決勝13位という結果に終わった2012年以降レース活動から原則身を引き鈴鹿八体に参戦する以外は一時ホンダの開発ライダーの業務に専念していた2016年フィム世界耐久選手権に参戦するチームソニックレーシングチームが伊藤をライダーの一人として起用することを発表 久々の現役復帰となった開幕戦、ボルドール24時間耐久ロードレースでは来いという結果に終わった。2017年は3年ぶりに鈴鹿8体に参戦することを決定。ただ、8体のシード権を持っていないため、6年ぶりに全日本ロードレース選手権 JSB1000 クラスに復帰。八体のトライアウトを兼ねた第二戦、第三戦とスポット参戦し、第三戦で、 エントリー資格を獲得した。2020年1月、自身が監督を務めるレーシングチームとして、京浜ホンダドリーム SI レーシングを設立全日本ロードレース選手権に参戦することを明らかにした。ライダーは j s b 戦クラスに清成隆一と渡辺和馬 s t 戦クラスに佐久本明介を起用し、マシンは ホンダ CBR1000RRR を投入する。40歳を過ぎても、全日本ロードレース選手権、JSB1000 クラスや鈴鹿8台でトップを走り続ける、驚異的な成績を残しており、鉄人と言われるゆえんでもある。年間300本以上はワインを開けるというほどの王のワイン好きでも有名であり、2009年10月には、日本ソムリエ協会から、名誉ソムリエの認定を受けている。 アマチュアドライバーとして、スーパー耐久等にも参戦。S 対参戦時は、中部の松本レイジや岡田忠幸らとチームを組んだり、することもある。2009年の S 対第一戦では、ホンダインテグラタイプ R を借り、松本、渋谷明と共に ST4 クラスで優勝を、飾っている。2011年は、シビックインターカップに、シリーズ参戦している。2017年には、 ドームのモーデューロシビック TCR で S 隊に参戦した。東日本大震災の発生直後から全国のライダー仲間に声掛けして支援物資を集め、従業員と一緒に被災者へ届けるボランティア活動を行った。河北新報によると震災では新類7人が津波で亡くなった。全日本ロードレース選手権、編集ロードレース世界選手権、 編集鈴鹿8時間耐久ロードレース。編集、ありがとうございます。